なんだ、あの変な敵は。ここの通路は昔からあるみたいですけど。
機械生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。あれ、破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。なあ、こいつら殺していい？イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。ち、分かったよ、みーちゃん。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンは、もういない。何百年も前にこいつらは、私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた？今度絶滅するのは、君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主もそれを凌駕する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値なのか、私たちが興味ある木にいる人類。人類？そうだ、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合った愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその進化に迫りたいだ。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思って。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして、生きたまま分解して、分析して、その秘密の全てを暴くんだ。こいつだけのこと、他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけで、滅ぼすしかない。君たち、ここにいる退屈者、宇宙人と呼ぶ。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな？逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか？めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。はーい。トゥビーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに
自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え？あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも
行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。
でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。ナインエス、あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。あのアダムとイブって特殊個体もまるで感情があるような。いいから転送装置の場所に行く。はーい。Thank you.
ヨルハの遺体。確認。ヨルハ B 型。捜索中の 11B の擬態。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう。推奨。使用可能な武器を回収、また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。脱走計画。重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。